はい、こんにちは。今朝紹介した問題なんですけども、相変わらずコメント欄に素晴らしい別解を書いてくださる方がいて、本当にありがとうございます。本当に感謝が尽きないんですけども、今日のは本当に、なるほどねと思ったんで紹介したいと思うんですけども、N2 乗足す N たす1が9の倍数でないことを示すのに、じゃあ、モッドの基本事項は、もう説明したんでいいとして、モッド9で9の倍数だから、N2 乗足す N たす1が9の倍数にならないってことは、これが0を満たすような式は、N は存在しませんよということが示せればいいんですけど、ここで平方完成と。なるほどねと。平方完成ってこの式見て普通にやるなら、こうなんですけど、合同式に分数が出てきちゃそれはまずいということなんで、これ4倍すれば、整数の範囲で、合同式もちろん掛け算はいくらでもできるんで、こう、整数の範囲でこれだったら因数、平方完成できますねと。一般的に最高次数の係数が1だったら、もう4倍するだけで簡単に平方完成できちゃうんですね。4x2 乗プラス 4ax プラス 4b なんで、2x プラス a の2乗引く a の2乗プラス 4b っていうふうに、もう全部整数の範囲で平方完成できると。じゃあこれ平方完成すると、2n プラス1の2乗だと、プラス1だから3が余計だから、じゃあそれ移行しちゃってマイナス3と。平方してマイナス3ありえないんじゃないか。じゃあダメっていうわけじゃいきません。合同式なんでもちろんこれ、9足して6と。これも OK と。で、じゃあ6が平方数じゃないからありえないじゃん。というわけにもいきませんと。っていうのは、例えば、これが13の倍数になることはあり得るんですけど、モッド13で考えたときに、ここまでは別にやってること、モッド9の要素ないんで同じですよね。そうすると 2n プラス1の2乗がマイナス3で、これ、モッド13だったら、13足しても構わないんで10ですと。10は平方数じゃないから、なりえない。っていうわけじゃなくて、これ、13どんどん足していっても構わないんで、23、36、平方数になるんですよ。足していけば。9の場合はならないんですけど、こういうふうになり得ちゃうんで、これが平方数じゃないからっていう理由じゃダメですと。で、これ結構ですから、モッド13の倍数になる数を探すのには、これ便利で、こうするともう 2n プラス1が、プラスマイナス6だったりわけですよね。そうすると、2n プラス1が6は、これ、整数にならないからダメ。で、マイナス6は、やっぱり整数にならないからダメだけども、マイナス6っていうのは、モッド13だったら、7と同じですね。13足しに。そうすると、2n イコール6だから、n イコール3と。サザンが9足す3足す1で、ちゃんと13になる。し、もちろんもっとデカめの数探すのには、2n プラス1が6と合同ならいいんだから、13足しても構わないから、19と合同でもいいですよね。なんで 2n が、もういいか、18で、n イコール9でもちゃんと13の倍数になります。81足す9足す1。91は13かけ7ですよね。っていうふうに、探すのにも結構便利です。で、今ここで、ダメなのは、モッド9っていうのは、あまりで分類すると、あまり0、1、2、3、4で、5はマイナス4ですよね。あまり5、あまり6、あまり7、あまり8と。あまり0、1、2、3、4、5、6、7、8と。で、これ全部2乗それぞれしたときに、0だし、1だし、4は、9は0。2乗して16は7。で、6になるようなパターンはありませんね。ということで、モッド9では0になり得ないから9の倍数じゃないということが言えますという話になります。じゃあ以上です。ありがとうございました。鈴木貫太郎のオンラインサロン、新聞6紙拾い読み、ネットニュースには決して載らないような隅っこの方の記事について、ああだこうだ語りながら、ふーんと思わせる生配信を毎日朝夜交互で8時半からお届けします。とにかくまずは20日間の無料体験から、ぜひこちらから登録お願いいたします。